ハロー YouTube、目の方もね、目というかその出来物の方もだんだん治ってきましてですね、かなり目もパッチリ開くようになってまいりました。ありがとうございます。ということで今日はですね、ちょっと X 上で、話題になっておりました、僕にあの声をかけてくる人問題、なんですけれども、なんかまあ、多分その多くの人たちというか世の中の 99.9% 以上の人はですね、その街中で声をかけられることないと思うんで、滅多にないことぐらいに思ってるのかもしれませんが、あの私めちゃくちゃ日常茶飯事でございまして、いやこの間は本当に飛行機に乗って椅子に座ってたら通りかかった人に、あ、ホリエモンとかって言われて、なんていうんですかね、こう困るんですよね。あの反応しちゃうじゃないですか、こっちも。でわかんないけど、俺その親の教育なのか、その社会的にどういう生き方をしていたのかにもよると思うんですけど、黙ってますよね普通は。あのそんななんか誰か有名人じゃなくてもそうだけれども、いきなり知らん人に、まあ知らん人じゃない風に思ってるのかもしれませんけどね。あの YouTube とかでこうやって僕の顔ずっと見てるから、あの、ほんと知り合いのおじさんだって思ってるかもしれないですけど、いきなり声かけられると、やっぱりこっちは反応するんですよ。で、誰かなこの人、知らない人かな、知ってる人かなとかっていうのも含めてですけど、めちゃくちゃ頭使うんですよね。なのでもう基本的に覚えてないとか知らないとかっていう反応をするんですけど、本当に久しぶりに会ったあの昔お世話になった人とか、そういう人である可能性もあったりとかして、なんていうんですかね、あの山のように人に会ってるのもあって、覚えてられないですよね、はっきり言って。多分あの普通の人の多分何百倍何千倍って人に会ってるんですよ。で、覚えてますかって言われるのもめちゃくちゃ困るんですよね。まあ覚えてないんですよ、ほとんど。だから覚えられないですよね。だって頭の容量ってさ、みんなとさ、そんな俺の頭あなたたちの10倍あるわけじゃないじゃない。だから記憶容量ってやっぱり限界あるんですよ。だからやっぱ一回会っただけの人とか覚えてる余裕ないんですよね。そんなことしてたら他のことができなくなるんで、なので基本的に覚えないんですよ。一回会っただけの人とか相当印象深くない限りは。だから覚えてますかっていう人は大体覚えてないって思ってください。だから聞かないで、覚えてますかって言わないでください。サイン会で会った人とか絶対覚えてないから。あの15万円の寿司会もありますけど、寿司会も半分以上は覚えてないです、残念ながら。そんな一回会っただけで何年10分20分話しただけで覚えられるほど脳の容量、だって寿司会だっても100回以上やってるから延べ1000人以上と会ってるわけですよ。だから覚えられるわけがないんです、それは理解してください。で黙っててください、まず。で写真は撮りません、基本的には。その15万円の寿司会とかなんかわかんないけど、僕が関連してるイベントのですね、なんか VIP チケットとかですね、そういうのの時だけ写真撮ってます。はい。スマホで簡単にみんなあのタダで写真撮れるんで、みんなあの写真を撮ろうとするんですけど、それは一生の思い出になるとかなんていうふうに言うんですけど、別にそれは会うだけで一生の思い出できると思うんですよね、別に心の中に、入れておけば。なので写真も基本的には撮りたくないんですよ。人が特に多いところで写真を撮ろうとする人いるんですけど、そういうところで写真撮ると俺もってなっちゃうんですよね。で普通に勝手に写真撮ってていいんで、盗撮で別に構わないんで。ただなんか僕と一緒にいる人の写真はアップしたいんだったら、そういうところは全部切り取ってください。迷惑かけるんで、私と一緒にいる人たちに迷惑をかけるんで、ぼかすとかじゃなくて、もうトリミングしてください、完全に。もしそれをアップしたいんだったらね。ということで、いちいち声かけて写真撮らなくていいんで、
声かけられると、もうほんとそれだけでテンプレ会話を、まあだから毎回同じ会話を繰り返すだけなんですよ。だから、いやあなたにとってはなんか記念すべき出来事なのかもしれませんが、僕にとってはただの、作業なんで、全然ありがたがってもいないし、もう、またか、みたいな感じで疲れるんで、世の中には、例えば、明石家さんまさんみたいな神対応する方がいらっしゃるんで、もうあの人はコミュニケーション能力のお化けなんで、ちょっと僕はそういう人間じゃないんですよね。うん。それやるとめちゃくちゃ疲れる人なんで、さんまさん多分ね、人と話すの好きなんですよね。だから、あの人はコミュニケーション能力のお化けなので、僕一緒にしないでください。さんまさんと同じような神対応、僕にはできないです。あれやってたらマジで疲れます。精神やられるぐらいです。彼は特殊な人間だと思ってください。で、世の中の人たちは、まあ世の中というか、その有名人とされる人たちは大体そうだと思うので、コミュニケーション能力のお化けの人はあんまりいないんで、みんな疲れてると思います。はい。で、疲れてると思うんで、できるだけ我慢してください。会ったからといって、ね。で、僕も本当怖い思いもするんで、この間道端歩いてたらいきなり抱きつかれたこともあるんで、本当、こうやって見てるとなんか親近感湧くのはすごいわかるんですけど、ちょっとね、道端でいきなり飛びかかられたら、ちょっと怖いよね。まあ、それ女性だったんですけど、例えばこれ男女逆だったらもう犯罪じゃないですか。まあ僕は男女逆じゃなくても犯罪だと思いますけど、ね、いきなり道端歩いてたら抱きつくっておかしいよね。うん。まあセクハラだって言ってもおかしくない。男女別だったら 100% セクハラですよね。なので、男女逆だったらね。ちょっといろいろ思うところはあるかもしれませんけれども、見かけても黙っておいてください。別に X でさっきお見かけしましたとか書く分にはいいんで別に反応はしませんけど。はい。ということで、今日は私と会った時のね、偶然道端とかでとかなんか空港とか駅とかそういったところで、遭遇してもですね、いちいち声をかけないでくださいというお願いでございました。いってらっしゃい。